なんか前髪の色素どこ行ったみたいな。しんどい。しんどい。照明の関係かな、なんかすっごい灰色みたいな色。今日はゆなえなちゃんとです。ゆなえおじさんです。ゆなえのおじさん来ました。やっとコラボしてくれました。嬉しいですよ、ゆなえのおじさん。ゆなえのおじさん、昨日泣きすぎなんですよ。泣いちゃった、めっちゃ。泣きすぎ。でも、プライベートで一番電話するの、ココッペとかかも。おい、そんな顔でうんうんするな。なんか黒い。血色なさすぎてちょっと心配しちゃった、自分で。ゆなやなちゃんです。ゆなやなです。5分前ぐらいまでパジャマ。そう。今日勉強頑張ってたから。し 終わったから。前日に頑張るタイプなんで まだ終わってないですけど。余裕ぶっこいてたら、あんまり終わってなかった。うわ、怖、そんな上げ方してたら。なんで？やっと資生堂のね、やつ手に入ったの。前の古かったから。もうめっちゃ前から使ってるの、資生堂。上がる？上がる。さすが資生堂。ココペも資生堂だよね。いいよ。アイラインがもう消えてる。本当だ。あんま見えない。でも私もまつげがもうギンギンなんで。さっきまでね、寝てたもんで。寝てたんかい。寝てたからちょっと。本当前髪じわるわ。はい。ちょっと、ゆなやらとなんか企画をね、したいねって言ってたんですけど。そう。います？皆さん、なんかしてほしい企画とかあったらコメントでお願いします。いつもの人来たって。常連常連、いないのおじさんだから。みんなの味方、いないのおじさん登場だよ。どこ使おうかな。まず無印のリップクリーム。商品紹介、美容系 YouTube だから。で、まつげ上がったくない？ほら。うん、ギュンギュン。ウィング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 。パピコさん、初見ありがとうございます。ありがとうございます。ルークさん、先生ありがとうございます。で、ね、この、ハンちゃん、あ、ハンちゃん？かわいい。なんか、ツイッターめっちゃさ、オタク出ちゃったし、なんか、かわいい。はんちゃんかわいいって。オタクじゃん。リツイートしちゃった。オタクじゃん。ついつい。はんちゃんめっちゃ仲いいもんね。そうだよ。皆さん、企画あります？ありますか？企画難しいよね、考えるの。難しいんですけど。ちなみにココッペと、ココッペがショールーム始める30秒前くらいまでビデオ通話してました。そうですよ。なんか企画ある？みたいな。うん、ない。ああ、なんか、ありますかね。なんか今日光がちょっと漏れない。なんかコラボ配信ってなんかね、漏れない。おかしい。糸おかしい。何？糸おかしい、やばいって。前野さん、ケンありがとうございます。コペ前髪ね、皆さん本当に私何も切ってないんですよ、昨日から。どう思います？私、明日学校行くんですよ。
ちょっとからかわれるじゃないですか。からかわれるんじゃないですかね。うん。みんな、宿題終わった？終わった。終わった？やろ。もう中2になったら勉強難しくなるから頑張ってね。わ、先輩。頑張ってね。挨拶しかしてるわ。そんなことないよ。なんかめっちゃ今日聖書じゃない？いつもだよ、つって。この口嫌だなんだけど。ともやさん、明けおめありがとうございます。はんちゃんが企画考えてあげるって来ました。まあ、こっちの目の二重幅がちょっとバグってて。バグっていいじゃん。ありがとうございます。人生の宿題終わってないです、だって。おぉ、かっこいいこと言っちゃって。誰が？あ、はんの。はんちゃん？ん？はんちゃんが言ってた、それ。いやいや、ファンの方が。あ、ファンの方ね。いや、はんちゃんそんなこと言わないから。はんちゃんにそんな言われたらもう、泣いちゃうみたいな。泣いちゃうよ。ユナノチさん泣いちゃうよ。さすがにそれは。そりゃよく泣いて。ユナノチさん、お昼ご飯何だったのって。カレーうどんです。うわ。今日の夜ご飯は？今日の夜ご飯は、わかんないです、ちょっと。ユナユナおじさん。ユナユナおじさん、流行らそう。流行らそう。おっと？かしま呼びの次に、ユナユナおじさん、流行らそう。だって、自分からユナユナおじさんってつけたんだもんね。歩くプリクラ来たって。はい、実物。肌しか加工してないです。肌しか加工してないです。やばいです、ユナユナちゃん。ちょっと待って。ユナユナちゃん、犬好き？ユナユナ、犬好き。動物好きだもん。はい、プロフィール見てください。一から出直してください。見ました。猫が好きなんじゃないんですか？いや、動物好きなんで。今なら絶叫いけますか？あ、いけも余裕です。マウントじゃなくて、普通に何でもいけちゃうタイプなんで、ごめんなさい。うわ、いいね。今なら意外と怖がりそうね。確かに。でも余裕だよ。こんなこと言ってますけど、意外と。いやいや、コッペの方がダメだから、これ。は？言っちゃおう。じゃあさ、USJ の、フライングダイナソー乗ったことある？何それ？え？ USJ 行ったことない？あるよ、一回だけ。でも、小3とか。ああ、納得。修学旅行とかでもしかしたら行くかもね。うん、行きたい。行けるといいね。うん。来年なんで。いいじゃん。修学、本当に私は来年のクラスが本当に、うん。願ってる私。言うのも、本当に大事だよ。だってそれのクラスの班で行くんだよ、修学旅行。ね？やばい。私、今のクラス、仲いい子がちょっと、はぐれちゃったので。ああ。まあでも、新しい友達作れば大丈夫だよ。まあ、そりゃそうだけどね。そりゃそうでしょ。シーチャーさん、ゲームありがとうございます。川島さんに直してほしいところは、いっぱい。あるんですけど、まず既読早い日は本当に既読早いのに本当に遅い日は遅い、
直してほしいところ。え、でもそれぐらいかな。え、でも最近はさ、早くなったよね。うん、めっちゃ早い。でしょ？秒です。秒よ。いや、ココペが遅いんですよ。いや、いろいろあるんですよ。なんかちょっとしょうもないラインを私がしたら既読無視されます。なんて返したらいいかわかんないラインは基本私リアクションつけるか既読無視。うわ、それかわらわら。わらわらやばい。え、なんで、じゃあなんて返せばいいんですか。うん、確かに。ほら、面白い。面白いはね、ユナイナの一番の褒め言葉だから。本当に？じゃあ一番なんて言われたら嬉しい？今コロナの時代じゃないですか。でマスクするじゃん。マスク美人とかあるじゃないですか。だからマスク外した方が可愛いとか。ああ、嬉しくない？嬉しくない？うん、それは女友達から言われても嬉しい。いや、もう誰からでも。うん、ちょっとみんなちょっとコメント欄見てみようかな。ユナイナ涙袋爆弾って書いてる。すごいでしょ。私もだよ。どこ？どこ？え、何そのマスク、これでマスクしやんやん。マスクね、これ。マスクしてる方がかわいい。マスクしてる方がかわいいね。え、ちょっとなんか刺さった。なんか刺さったかも。痛い。なんか刺さった。マスク外した川島さんかわいいって。なるほど。はい、なんか企画。はんちゃん、はんちゃん、ちょっと今ね、見てるの。川島さんとユニットするなら何がいい？何がいいかな。あ、なんか絵対決やってほしいって来てました、ちなみにはんちゃんから。あ、絵対決ね。はい、はい、じゃあ恒例やります。やります。いいよ。どういう、え、私ノートあったっけ、ちょっと見てくる。うん、よし、じゃあココッペのファンと私のファン今合わさって私のことしか見てないってことですよね。ありがとうみんな。川の流れる川の川に浮かぶ島の島に夕日の夕に奈良県の名で川島優奈って読みます。ツイッターのフォローよろぴく。宣伝宣伝、ユナイナおじさんことユナイナです。あと歩くプリクラちゃんっていうキャラもいるんですけど今できなくて。皆さん耳を閉じましょう一旦。あ、皆さん耳を閉じましょう。待って、あのさ、あった、もう自由帳4枚くらいあるよ。私もうストックがない、使いすぎて。こういう、やばいやばいやばい。ちょ、ストック貯めておいてください。いないな、喋らんかったらかわいい。待って、面白いのあった。海でニコニコゆいなちゃんと川島さんが溺れていました。どっちを助ける？ゆいなですね。ゆいな？ゆいな。ゆいな。え？まあ。まあ。ちょっと見ると、ちょっと。あ。まあ、優先順位は、まあ、ゆいなちゃんかな。でも泳げないんだよね。咳払いされました、私。手もでもは受けるからやめよう、確かに。いや、手もでも本当にやめなくて、なんでコッペとバックダンサーとか、前座とかで、なんか入れ、前座の、チャーン、チャーンって入れ違うとかあるんですけど、目合った時になんか、ってなっちゃって、笑っちゃうよね。でも絶対ダメ。二人でさ、こうやって。どんなんだっけ、こんな。
無理無理やめてずっと笑うのこれこっまゆなったのこれ違うんですよみんななんかね浮いてるから根元がいやでもどんだけ伸ばしてもこんくらいしかないってことでしょ、まあ、じゃあグッと押さえてみて眉毛はかめつくそうこれえなんか育毛剤ここっぺ初期ビビアンみたいになってるビビアンさんみたいな確かに前髪がねわかるめっちゃわかるでも嬉しい褒め言葉だねそれねビビアンさん嬉しい何言われたんですか今日この時間ありがとうございますじゃあやるよ どれえ対決どっちがお題でうまいかそれか、うん、同じお題でああでもどうするそれかあのエシリドリああどっちがいいかな他なんかある絵のゲームみたいですに似てる絵を描けるかどっあー猫って言って似てるか描いて猫を描いてあオッケー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 それもいいねだからそのでもそれ新しくないなんかうん新しい今までやったことないけじゃあそれでいいですかはいじゃあみんな行きましょう麺棒やばい。黒さん、興味ありがとうございます。アルパカの団長さん、初見ありがとうございます。あ、ハンちゃんさん、お題決めて。あ、おめでとう、初日。おめでとう。かわいかった。天使の尻尾。そう。風船持って。かわいかったよ。かわいかったよ。かわいかったよ。じゃあ、私もギフト読ませていただきます。りょうさん、センスありがとうございます。やすまっちょさん、あきおめ。赤羽ちゃん、ありがとうございます。中島ゆうさん、あきおめ、ありがとうございます。ティスさん、あきおめ、ありがとうございます。あと、何、小槌みたいな。初めて見た。小槌ありがとうございます。ニッぷーさん、あきおめ、ありがとうございます。たけたけさん、いっぱいセンスありがとうございます。りょうさん、センスありがとうございます。たけやすさんも、いっぱいセンスありがとうございます。マトンさん、小槌ありがとうございます。クロちゃんとマックーズさん、小槌ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、お題は何しますか？何する？じゃあ、ニコニコユイナ。はい、ポーズを取ってください。え？なんか、ニコニコユイナの全身を、なんか、ポーズありのやつでやってみて。どんなポーズしそうかみたいな、揃うか。もう。じゃあ頑張ってみます。ココッペ本気出してみる。笑わない。頑張ろう。二人ともさ本気でやろう。うん。あいとちょっと。あもう描かなくてもちょっとやばい絵なのはちょっと想像できるから。えだってさ私のだってさ私の絵やばかったもん。え？お空が見えてる。オッケーオッケーじゃあやりましょうはいポーズだからねその絵のうまさとか関係ないから正確さとかじゃポーズあポーズがソロかねそう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 あ間違えたゆいな見てないかなねあるじゃんこれ自由帳このなんか紙の方に書いてたなんか厚紙の方に最悪ぬらかし、まあいいよ。ゆいな多分見てるよ。え？はんちゃんも多分見てた。黒で描く。どうしよう。ゆいなでしょ。え、結構かけてる順調でも書いた、書き終わったはっもうダメ、もう早すぎなんで逆にさ、だってショールームでいっぱいお題したいじゃんなんでそんなさ、丁寧に書くのポーズ揃ってるからからもなんか雑せばいいんだよ手についちゃったんうんゆいな待って、ゆいなの名前が
ちょっと写真撮っとこう。やばそうだぞ、なんか。ゆいな、ショールーム見てる？マジで？やだー。よし、どうせ。ちょっと待ってね。ほな。こんばんは、みんな。オッケー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 。待って待って。よし。やばい。あ、やばい、間違えた。ちょっと待って、まあいいね。ポーズ揃ってるからもんね。じゃあちょっと今のうちにギフト読ませていただきます。はい、よすまつあっちょさん、赤バージョンなきゃめありがとうございます。PK ストーリーすがりさん、先生いっぱいありがとうございます。今、ココッペというのは2人ともお年玉キャンペーンを参加しているので、よければお願いします。お年玉のギフトだけが対象になっております。お願いします。お願いします、カット。で、今日前髪のさ、調子めっちゃ絶好調なんだよね。さっきまで絶好調じゃないって言ってた。頑張ったなと。いっぱい。なんか前髪、テカリすぎちゃったんで。あ、間違えた。中吉出た。こっちの意味だね。やば、コッペ遅っ。ちょっと待って、いいよ。マトンさん、センスありがとうございます。ニシプさん、おみくじありがとうございます。中吉。あ、おみくじのやつ忘れてた。ツイッターカメラに載せるの。危な。忘れてた。はい、いいよ。はい。ちょっと待って。ね、笑わないでよ、絶対に。はい。いっせーので、え、待って、何のポーズ？猫？猫ちゃんポーズ。ねえ、絶対しないやろ、ゆいな。いいね、ピースやろ。で、こっちだけね、間違って親指をね出したって。なんかこんなんなんで。こっちはめっちゃギャルい。可愛くない？もう、ゆいな怒って。川島ゆうのちゃん、え、怒んないで。え、ゆいな、どっちのルームいる？どっちもいない？え、ない感じ。ゆいのマスク見てないか。でも、やばいやばい。ツイッターで見るから絶対。ああ、やばいやばいやばい。ハッシュタグ石松ゆいなでお願いします。ドレス映っちゃった。はーい、これでした。じゃあ次のお題はコッペ決めていいよ。絶対猫ポーズなんかしません、ゆいな。まあ、しそうだけど。しそうじゃない、だって。怖い。あ、わかる。わかるなら書いてよ。じゃあ次。お題は、ハンちゃん。もう、めっちゃヒントやん、ハンちゃんとか。うわ、ハンちゃんといえばを書くの？ハンちゃん、ハンちゃんのやつ？ハンちゃん。DMM 見た？ハンちゃんの。見てない。絶対に分かるのに。なんで、なんで今回だけので決めちゃうんですか。ごめんなさい。ダメだよ。でも、あ、ハンちゃんポーズみたいなのがあるの？あるよ。うわ、知らないわ。私今日宿題頑張ってたの。書いてみよう。まよかった。わかんない。やばい、ペンがつかない。え、これ想像でいいんだよね。今日ハンちゃんが考えたであろうポーズ。
噛んじゃうんだよ。オッケー。いや、ちょっと待って。オッケー。オッケー。はい。いいよ。いい、せーの。せーので。え？はんちゃかちゃーんだよ。え、あ、そういうこと？ね、指、あの、ね、指あるじゃん。ガチャガチャとかの。あ、うん。それをこうやって見せつけてるポーズかと思った。はぁ。あんちゃかちゃんだと思った。今日ね、パジャドラで、あの、撮影の時に、うん、みんなで、あんちゃかちゃんってやってたんで。あ、そういうこと。こういうことね。でも、惜しいじゃん。もう片手上げとけばよかった。うん。こうやってしとけばよかった。手術みたいな、メス。怖い、手術始めて。っていう感じでした。なんか、落ち武者に見える。なんか落ち武者に見える。ごめん、はんちゃん。俺いないです。はい。顔やばいな。じゃあ、次。え、このお題ダメなのかな？なんかマネージャーさんみたいなお題ダメかな？ダメか。ダメかな？いや、いいんじゃない？だって絵だもんね。写真とか見せつけるんじゃないかな。うん。どんなポーズしてるかな？どんなポーズしてる？え、じゃあ、誰書く？誰書く？じゃあ今、LINE で送るから、そっちの方の方を書いてください。うん、お願いします。個人 LINE で送ります。え、でも、アリは、うん、いいと思います。あ、見えた？うん。あ、これこっち、うちらの会話にはタイムラグないのか？うん。あ、そっか。びっくりした。だから15秒後に来るって思って反応待ってたら、もうすぐ来た。じゃあ、マネージャーさん、いいかな、書いて。なんか怒られたりしないかな、なんか。怒られそう。上手に書く。上手に書く。え、本当に上手に書くから、ガチで。さすがに、こう、殺されるんで。じゃあ、マネージャーさんにしようかな。ちょっと言えないなら送ってきたの、じゃない人を書きます。え、じゃない人を書くの？いや、その人。あ、ゆうなが送ってきた人を書くってことでしょ？うん。オッケー。じゃあ、どっちも同じ人書こうね。その人書こうね。待って、はんちゃん待って。今、チョロス食べて見てた。あ、今、ごめん、今、チョロス食べてて、絵見てなかった。お。いや、見せなくていい、見せなくていい。チョロス食べてるんだって。はい、じゃあ、書きまーす。はーい。どうしよう、どうしよう。お顔だけ？全身？ポーズ？全身。全身、全身。全身でいいんだよ。ポーズは別にいらない？うん、あ、待って、ちょっと待って。本当に怒られそう。かつて怖い。怒られそう！言うな言うな。下手くそだから。本当に怒られそう。ちょっと待って。一回さ、顔だけさ、ちょっと写真で、パンパン組に送るから、これでちょっとダメって言われたらやめます。本当に怖い。え、ガチ怖い。怒られそう。本当に怒られそう。え、下手すぎて怒られそう。ちょっと待って。本当に待って。え、本当に怖い。なんかどんな絵か想像できるんだけど。今送りました。か、反応お願いします。私見れないよ。携帯でやってるからちょっと待って
ちょっとじゃあこれ書き直します。さすがにちょっと怒られそうだったので。私意外とさ、いくと本当に怒られそう。え、じゃあマスク、いやでもさ、いいよねいいよね。本当にハッシュタグマネージャーとかつけないでください。本当にお願いします。本当にお願い。バレない。だって川島エナとか多分調べないから。そこまでさ、18人のこと調べてないじゃん。そうなの。お願い。いやっていちいちさ、立場の心って調べる？多分調べないと思う。え、私結構そのマネージャーさんも暇じゃないよ。褒められるぐらい上手いと思う。そう。うん。うん。本当に本当にこれみんな守ってない？1200人。え、私意外と上手いかも。え、でも。でもさ、前さ、カレンさ、ん？カレンデンがさ、うん、ツイッターで上げてた気がするよ。え、マネージャーさんの顔？うん。え？の、じゃない、やめちゃいだ。え、絵を。あー、なら大丈夫。でも、カレンデン、うん、まあでもカレンデン、かけた。カレンデン、絵うまいから。いや、でも誰描いてるかわかんないから、同じ人なの、ユナたちと。うん、多分同じマネージャーさん。ね、本当にやばい。本当にマネージャーやめて。本当にやめて。ハッシュタグマネージャーやばい。でも、ハッシュタグマネージャーって調べないじゃん。うん。だから。いや、でも、ユナユナがどんだけやばいか。絶対。私結構いいよ。本当に？うん。私、マジでこれだけはみんなお願いします。え、結構さ、自分で見てもやばい感じ？結構やばいと思う。オッケー。え、待って、うまいかも。うん。え、うまいかも。うん。いいよ。一斉。一斉なんで。え、上手じゃん。マジ似てる、髪の毛とか。え、うまくない？マジでうまい。マスクもね、あのいつもね、この形、私の好きなこの形のマスク。ちゃんと一本線で描いて。ねえ、ユナユナはそれはちょっと怒られるね。え、だって悪気ないし。だって目だって黒豆じゃん、こっち。黒豆やろ。あ、眉描くの忘れた。危な。ココッペアヒルって。でもマスクこんな感じじゃない？そう、マスクこんな感じ。ユイ、なした怒られろって。でも、ユナユナ。違うよ。ユナユナ、これ絶対違う。え、本当に合ってるよ。首も長くて。じゃあ、もう服の色まで完コピします。もう、ここまで来たら私怒られてもいいわ。でも、髪の毛ね。でもさ、マネージャーさん、あれだよ、あれだよ、なんか、映ってたよ。どっかの動画で。うん。ね。でも、私、あの、本当に悪気ないし、むしろ見てもらいたいんで、どんだけ似てるっていう。いや、本当に言ったね。うん、見てもらいたい。はい。やばい、やばい。じゃあ、私、色付け完了しました。せーの。これがオレンジなんですよ。ちょっと画面じゃ伝わらないけど結構オレンジで、オレンジと黄色みたいな。ああ、はい。ポッペにすぎだって、ユイナから。でしょ？じゃあ、お願いします。マジで似てるくない？結構額に入れたいくらいの名作。笑うの失礼だよ、普通に考えて。一番最初に笑ったのは誰ですか？
証拠誰か持ってますか？その前髪やめて。本当にやだ。つい私今日ダメだ。じゃあこれマネージャーさんです。なんか笑うとさ、どんどん前髪が変になっちゃうから、ね、あと私が一番だよ。オッケー。ちょっとさ、ちょっと取りに行っていい？ブツを。よし。皆さん次はどれ、誰がいいですか？次誰がいいかな。誰がいい？ゆいなが送ってコメントで、しまつさん見てくれてるので、なにそれ。ディズニーで買ったじゃない、間違えた。ユニバで買ったの？うん。私のもあるよね。え、ユイナコメントしてない？ユイナコメントしてない。はい、コメント来てもらっていいですか？ゆいなちゃん多分、あ、やばい、川島、橘、ちょっと事務所来てって言われる。ガチガチ終わり、ガチ。やだよ、それは。ゆいながコメントが来るまでちょっとギフトさんを読みたいと思います。今日この子さん、今日もありがとうございます。黒さん、今日もありがとうございます。片勘兵さん、先生ありがとうございます。しーちゃんさん、こずちありがとうございます。博士なるさん、今日もありがとうございます。ハニーさん、今日もありがとうございます。 PKS 通りすがりさん、先生ありがとうございます。ビリータンタンさん、今日もありがとうございます。前野さん、こずちありがとうございます。ハトさん、今日もありがとうございます。国蔵さん、ありがとうございます。ハニーさん、センスありがとうございます。前野さん、センスありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、ゆうなも言わせていただきます。どこまで読んだか、ま、あ、違う、柔道さん、あきおめありがとうございます。クラスさん、お持ちありがとうございます。ゆうなの可愛すぎるって、石松さんから。あの、石松さんへのお題お願いします。アニシプさん、赤バージョンの明けありがとうございます。ユイナへのお題プリーズ。悩んでるんじゃない？あ、悩んでるか。ユイナちゃんへのお題。ユイナちゃん、みんなに前髪のことに触れられる。前髪は、うん、切りすぎました。でも、テロップに書いておけばもう前髪切りすぎましたって。伸びるの早いので、切りすぎましたね。前髪は早いからさ、大丈夫だよ。グチさん、今日もありがとうございます。ありがとうございます。今のうちにスクショタイム、はい。あ、もう一回やろうよ、これ。これ本当に面白かったの、この間。え？なんかおかしい。これ本当に面白いね。面白い。
なんかあるかな。あ、ハンちゃんも私の方のルームに来ました。ココッペと川島が混ざったかを書いてほしいですね。だそうです。書く？書く。ココッペがどっち？左？左。ユナの右でお願いします。混ざったからなんかこうやって線入れたりとかするのなしね。オッケー。ありがとう。じゃあもう本当に同じ顔ってか、じゃあ顔で一個ね。オッケーオッケー。そう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 。体はいらないでしょ。うん、いらない。オッケーオッケー。髪の毛もいらない？髪の毛はいる。いる、ね。前髪も。やばくない？ダンサーが。ダンサーが、さて、こう。ちょっと待って。どうしよう。やっぱさ、時間余っちゃうから全体も書くわ。オッケー。コッペ書かんでもいいよ。はい。オッケー、書き終わりました。え？もう書いたの？もう書いた。ちょっと待って。なんか言えないな、なんか。え、鼻、鼻は？あ、そういうことね。今日まつげ上がってるから、ちなみに。うん、知ってる。特徴捉えて。私結構うまいかも。ほら。オッケーオッケー。あ、やばい、前髪描くスペースがなくなった。りょうさん、センスありがとうございます。クロちゃんと真っ黒田さん、こづちありがとうございます。たけたけさん、先生いっぱいありがとうございます。そういうことってどういうこと。はんちゃん、はんちゃんは今年も川島みだね。もういい、なんか諦めた。別に嫌じゃないし、まあ、いっかみたいな。こてつさん、リンボスターありがとうございます。うん、かリップ取れたのが少ない？なんで？やばい、テーブルに。なんでなんで、なんかさ、無加工で見ると結構濃いのに。OK。いいよ。はい、せーの。だって、もう一回見せて。なんか白目と黒目逆転してない？ココッペなんか。え、なんで私前髪ないの？違う、前髪ない方が言うのだよ。こっちが言うのだよ。あ、そうなの。え、うん、じゃあ、言うのよな、二重幅ないの？何二重幅って。あ、ごめん、一重に行っちゃった、二人とも。やば。やばいやろ。やば、ココッペ黒目と白目逆やん。え？言えないな、まずめっちゃ二重幅大きいから、二重幅を広げて、うん、涙袋も爆誕して、うん、あーね、まつげギュンギュン。私はまあちょっと狭いから二重幅狭くして、まあ涙袋をギュンギュン。で、まあ、鼻はめっちゃうまい。おっぱなだから団子にして、うん、いけないな、シュッシュッって感じ。ああね、なるほど。うん、
で、眉毛太いから太くして、うん、まあ細いから、シャンシャンって感じで、うん。女湯だから前髪ここで、こういう感じ。あ、なるほどですね。はい。わかりました。で、歯はなんか、ちょっと歯が。こっからじゃあ、こう見て私じゃない、めっちゃ。おー、え、うまい。はい。え、似てる？すごっ！ほらー！うまい！ゆらゆら説明して。はい、じゃ説明します。こっちがココッペなんですけど、ココッペはまつげがギュインギュインにいつも上がってて、鼻も高くて、口がプルン、こんな感じになってて、って感じで、髪の毛は普通に、なんかストレートにしました。はい。どっから生えてるんですか？で、こっちは私です。前髪はなんか描くのがめんどくさくなったので描きませんでした。だって大型だからちょっとめんどくさくなることもあるよねっていう。でそれでちょっとあのどっちとも二重にしちゃうの忘れちゃいました。で鼻はなんかあんま特徴がない鼻って感じで、口は可愛い口。はい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 、って感じで、なんか違うお題。はい、ちょっと待ってください。一旦、私、ちょっと面白いものを見つけちゃって。見つけちゃって。あ、いいですよ。なんかちょっと、あれ、ギフトを読んどいてください。ちょっとすいませんね。一旦だけスマホ触らせていただきます。ちょっと面白いものを作りたいなって思って。博多なるなるさん、センスありがとうございます。プロさん、おめでとうありがとうございます。山本さん、9名ありがとうございます。ぐちさん、9名ありがとうございます。しーちゃんさん、ありがとうありがとうございます。あ、おめでとう。ありがとうありがとうございます。おめでとうありがとうございます。はい。じゃあ、ちょっと面白い画像は、ゆいなに頼もう。え、なにどういう話？ちょっと待ってね。私の大好きなうなって嬉しい。やったー。みなちゃん。じゃあ、島津さん、ちょっと業務連絡でサラインお願いします。今送ったので。この画像を探してほしいです。ね、ゆらゆらやばいよね。何が？絵やばかった。絵がやばい。うまいじゃん。特にマネージャーさん。え、本当に上手だと思う、私。見せたいもん、もう。どうですか？しんどいです、ちょっと。ちょっともう石松さん LINE ちょっと既読つかないんで。あ、渋井ちゃん、藤子ちゃんも一緒に配信してるらしいです。え、面白。まあですね、みんな今日、うん、みんな今日やってんだって感じ。みんな今日やってんだって感じ。あ、見つかりました。ありがとうございます。自分で見つけました。え、何の画像？いや、後でわかります。後々わかるので。みんな、オッケー、ちょっと待ってね。ちょっと一瞬待ってて、なんか喋ってていいよ、ごめん、一人で。うわ、もちろん作ってるから。コラボ配信してるのに、ごめんね。ここにやってもらって。じゃあ私はコメントを読みます。そうそうそう、
そう、前髪切りすぎたんです。めっちゃおまゆ。オッケー作れました。じゃあ、後でまたいつか見せますね。はい、じゃあ、次のお題目、お題何にしますか？お題何にしますか？なんかある、ななかちゃんとかはどうですか？何やってんですか？うん、ななかちゃんいきます。うん、はい、じゃあななか描きましょう。ココペの絵は絵心ある。あ、いい、ありがとうございます。ありがとう。じゃあ描こう。ななかちゃんね、全身、全身でやろう、全身で。はい、ななかちゃん特徴捉えやすくない？なんか、うん、ななかちゃん、ちょっとココッペ顔見せてよ。可愛い顔が見えないじゃない。わあ、川島ゆなちゃんね、ココッペファンの人ゆなに感謝してください。ココッペの顔見れて。うわ、ななかちゃんでやばい。なんかめっちゃギラ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 、あ、落としちゃった。もっと、でも、ななかちゃんはね、眉毛が…おい、顔見えなくなってんぞ。ごめんなさいね。何すよ。眉毛が綺麗なイメージがあるから。ポン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 って感じですね。へぇ。え、なに？なんでもないよ。でもどうしよう。ニヤニヤすな。もう絵の描き終わったよ。じゃあ、あれ、ギフト読んできます。プールさん、明けおめありがとうございます。書いた？まだ。やっぱ私、ななかちゃんの前髪苦手。やばい、間違えた。うわ、もうやった。全身？全身。うわ、ちょっとやっちゃった。いや、全身なくてもいいけど、特徴捉えられるように書いてください。はい、お願いします。あ、お年玉キャンペーンの10万ポイントありがとうございます。ななこちゃん、どんなの履いてる？え、わかんない。はい、やばい、似てるのや。え、オッケー、書いた？うん、はい、せーの。あ、あのさ、眉毛にさ集中しすぎ眉毛やば、集中しすぎた。やばすぎ、やば。私はいつもまつげがギュンギュン上がってるところとかで、目ん玉をもうちょっと大きくしよう。ねえ、ゆうら、ほんとに失礼。え、なんで、なんで？だってそれはな、かいしめかかかこれの鼻のやつは鼻の筋が立ってるじゃないですか、鼻高くて。それをなんか書き表せなくて、防線をとにかく書いてきました。で、あのここは適当にやっちゃったので。ねえ、どっから髪の毛生えてんの？
だからなんか前髪をなんかちょっと横に開けようと思ったんですけど、ちょっとできなかったみたいな。私は、だって眉毛ちょっといじってるやん。眉毛を絶対めっちゃ濃くなったのと、あとは、まあ、まつげギュンギュンで二重幅広い、うん、って感じです。あー、なるほどね。いや、ないな、ダメだよ、それは。え、なんで、なんで、なんで。別に悪いことしてないじゃんね。え、だって本当だよ、だって直頭、特徴捉えてるやん。うん、ななかちゃん見てますように。いや、見てない。見ないで、見ないで。でも、本当だって鼻筋を高くする。だどうやって鼻筋高く描こうって言うんだよ。無理やん。だから防線をピッて描いてきました。ハイライトでね。はいはい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ次は、次は、なんかさ、質問考えるからさ、ちょっとさ、あのさ、目つぶっといて。うん。みんなとさ、ちょっと考えるから目つぶっといて。ねえ、知ってるよ。画像出すんでしょ。いや、画像出さないよ。はい。出さないよ。うわ、ダメだ、その目の閉じ方。ちゃんとこうやって閉じなきゃダメだって。見てるよ。ダメだよ、もう。面白くないな。じゃあ、うん、これで。OK。見える？見えるか、ちょっと試してみよう。見てるやん。あ、これ見えないの。じゃあみんな何にする？なんか、すげえ見てるよね。それな、思った。だって黒目見えてるもん、めっちゃさ。どうする？穴から見てるよね、絶対。やめてほしいんですけど。じゃあみんな協力して、これのやつやってください。お願いします。あ、いいよ。ちょっと質問考えたから。うん、いいよ。はい。いいですよ。はい。これ、本当に見えません。だもん。見えません。はい、何？質問。じゃあなんか今、なんか思い浮かべて。それをなんかイエスかノーで、みたいな当てるわ。オッケー。はい。思い浮かべた。じゃあね。それは、人間ですか？はい。それは、HKT。のメンバーですか？はい。おお。じゃあそれは、6期生ですか？はい。中学生、中3よりも下のメンバーですか？いいえ。なんかコッペさ、今なんかちょっとテロップ書いてみて。テロップってこっちで見えないのかな？コッペがテロップ書いても。うん。そう。いや、なんか怖いんだけど。何？怖くないよ、怖くないよ。何してるんですか？教えて！食べファミリー。だって、別になんもないもんね。え？何？え？なんかした私。してない、してない、してない。え、怖い？だから何もないって、怖いって何？どういうこと？ゆなゆなちゃんがやらかしました。え、なになに？え、なんで？何もやってない。まずさ、そんなゲームなら目隠す必要なかったんじゃないですか？いや、ありました。なんで？明らかに考えて言った感があったし、さっき。え、ないないって、ないってないって。みんな、教えて！何？怖いんですけど。多分みんなも分かってないから。え？え？やってないって。どういう絵って。
怖い。え、やってないよ。怖いんだけど。で、当てて、誰？ゆうな。ブー。ゆうなじゃないの？え、なんで？だって、中3からしたじゃん。いいえって言ったじゃん。あ、言った？ごめん。何も聞いてない。何も聞いてなかった。え、今ってこと？来年ってこと？それで変わるわ。あ、今。じゃあもうちょっとさ、ヒントちょうだい。それユーナが聞かないとなんじゃない？いいの？じゃあ。え？いいの？だからさっきも質問やるみたいに言ってたけど、もういい？質問聞いて。うん。じゃあ、どの、あ、いや、ちょっとこれ難しいな。髪の毛の長さはどんくらいですか？わかるやん、そんな。あ、どんくらいですかじゃない。じゃあ、ここより、ここら辺より上か下か、どっちかでお願いします。上です。わかった！レアちゃんや、レアちゃん一択じゃんだって。ブー。ゾウちゃん？ブー。え、高校生？え？高校生以上だよね。中学生から上。中学生。中3より上でしょ？あ、じゃあリンか？正解。中3も入ってたのか。中3より上だから、高1のことからかと思った。じゃあ、もうむずいっすね。はい。ありがとうございました。え？何？本当に、なんで私は目をつぶったの？いや、普通に。え？何もしてない？本当に何もしてない？うん。本当だよ。え、じゃあさっき携帯見せたら何？え、見してないって。え、怖い！ちょっと待って、怖いんですけど。気がつけない。カシマヒラちゃん怖いんですけど、なんかサプライズしてくれてるなら嬉しいけど。じゃあそうだと期待して。え、何？怖いんですけど。え、なんで？何もやってない。本当に。え、本当に何もやってないですか皆さん。本当に何もやってない。え、本当に何もやってない。本当に何もやってない。じゃあ誓える。誓えるね。うん。じゃあユナヤナから私に。あ、じゃあユナヤナ何か考えて。ちょっと前髪崩れちゃってた。考えた。はい。食べ物ですか？いいえ。人間ですか？はい。考えて。じゃあちょっと人間が定かでもない。はい。あー、じゃあHKT48 に関係ありますか？はい。じゃあ6期生ですか？いいえ。じゃあチーム H に入ってますか？いいえ。じゃあHKT の裏で活動してくれてる人ですか？いいえ。へぇ、20歳以上ですか？いいえ。それは私たちより先輩ですか？いいえ。え？だって HKT に関係してる人でしょ？関係はしてる。遠い関係ですか？近いと思います。まあまあ距離的には遠いかも。女性で
ユナのおばあちゃん。ブブ。なんでユナたちより先輩じゃないんだよ。あ、そうか。うん。先輩なおばあちゃんは。え、妹。近くなってきた。先輩じゃないんでしょ。いとこ。近い、まあ近い。え、ユナの親戚ですか。ではないです。わかんないんだけど。え、私知ってますか。めっちゃ知ってる。はい、めっちゃはい。超はい。私と親戚ですか。はい。え、ひもっぺ。正解。だって HKT に関係してるよね。まあ面白。多少は。はい。ひもっぺ好きだからめっちゃ。やった、当てられました。はい、っていう感じで。すごいまつげギンギンだね。なんかわかんないんだけど、まつげいくら上がってても。無理だ。はい、じゃあ、え、なにね、ほんとにあれさ、気になって寝れないんだけど。え、なにが？さっきの。え、もう終わろうとしてるの？うん、見せてる画像。え、画像見してないって。え、みんな見せたよね。だってみんな全然さ、コメントしなくなったもん、急に。え、なんでなんで？コメントしないでください、みたいな。コメントはしていいよ、全然別に。いろいろダメとか言ってない、ほんとに。ほんとに言ってない。みんな信じて！え、じゃああの携帯何？え、なんかさ、裏を見してたんよ、可愛いでしょって。でも画面ひび入ってるっていうのを知ってやってたの。あ、それ、え、でも違う、うん、絶対違う。なんか真ん中に文字があったもん。真ん中に文字。文字？うん、これじゃない、これ文字なんか書いてあるよ。ハッピーデイって書いてある。そうなの。え、じゃあそれかもしれん。え、わからん。それだって。え、本当に何もしてない。うん、本当に何もしてない。見てみ、ほら、これ落としすぎてなんか割れちゃったけど、こういうところも可愛いよねみたいな感じで言ってるだけです、これ。え、なんか怖いんですけど。はい、じゃあそろそろ終わりますか。ユナのおじさん泣いちゃう。ユナのおじさん終わりますか。ユナのおじさん泣いちゃう。ユナのおじさん、宿題やらないといけないじゃないんですか。うん、でもそう、マジで宿題やってないのやばい、ほんとに。あとやってたっちゃやってるんだけど。あと何が残ってる。ワーク。あー、でもワーク明日提出じゃないから、初めの授業で提出だから。うん、じゃあいけるじゃん。うん、でしょ。その髪型は何。実はユイナたち裏企画で、ユイナが個人 LINE で送ってくれたんですけど、ユイナとユーナのコラボのやつ見てました。これの時の嵐黒羽ヘアの時の、これを気づかれないようにやるっていうやつを裏企画でやってました。本当は最初はなんか小顔のエフェクトをどんどん濃ゆくしていこうって話だったんですけど、うん、コラボだったらエフェクトなくて小顔の、うん、できませんでした。知りません。私そんなのしてるっていうのは知らないです。そうだから、ココッペにバレたらアウトってやつやってたの。え、じゃあ私が今それに触れたからってこと。うん。はぁ、うん、ちょっとオチがないですね。うん、なんか小顔とかのが絶対面白かったけど、ね、いやだからできないんだもん。めっちゃそっちの方が面白くてさ。だってできないんだもん。面白くない、全然。うわ、ゆいなに失礼だよ。オチがないよ、ゆいな。だってココッペがめっちゃ追求してくるんだもん。
無理だよ、そんなん隠しきれないよ、もう。どうやって、あの、みんなに、なんかそう、一緒にさ、企画をやりたいなって思って、ファンの人とみんなで。うん。だからさ、あの、文字書いて、こうやって出してあげたの、こんな感じのやつです、みたいな。ですよね。それでさ、そしたらさ、何それ、何それ、みたいな、思ったより追求されちゃってしょ。そんな追求されると思わなかったもん。はい。知ってました。悲しい。だって、ユナイは日頃からそんな髪型してるから、別にさ。は？何してんの？そう、だから、そう、だから、あの、気づかれないかなって思ったの。したらめっちゃ追求して、え、何何見したの、ね、みんなコメント、何本当に何って言ってきたからびっくりしたじゃん。はい。うわ、喧嘩勃発だわ、これは。よくなかったので、今度、自分あ、ユナユナちゃんを。もうお菓子あげません。はは、はい。いつもお菓子くせないくせによ。この間、アーモンドチョコあげました。あ、確かに。勝手に食べたかな、あれは。アーモンドチョコもう許可なく食べるので、うん、こうやってあーってもうこんな量みたいな感じです。ユナユナ軍団さん、お叱りお願いします。プンプン、もう自分でもう傷ついたんでいいです。もうもうこんな企画一生やらねえ、はい、本当に可愛いじゃん。だって嵐車ねえよ。え、そしたらなんか反転してて見えませんとか言われて、なんかもう無理、難しい。もうファンの人にバラせなかったらよかったなって思いました。途中までめっちゃ良かったんだよ、こうやって。なんかこうやってなんか徐々に、ああね、なるほど、みたいな。で、これもセットポジションして、ちゃんと。はぁ、やば。かわいいでしょ？一緒にやろうよ、最後これ。ないんだよ、カチューシャが。いや、これ、これだけでいい。じゃ一緒にこれやろう。前髪の量がやばい。で、こうやって束ねる。こう。なんか下手くそなんだけど。あ、オッケーオッケー。短いんだから。最高。オッケー。ちょっと横のも頑張って横にして。オッケーオッケー。みんな短いとか言わないで。短い！言わないで。短い。せーの。何を見せられてるのかな？それな、面白くなくなってきたね、ちょっと。はい、ってことで。まずい空気流れちゃった。コメント読みまーす。あ、コメントじゃない。ランキング。今から読むって思った。じゃあ。ヒデさん、興味ありがとうございます。コンさん、おめでとうありがとうございます。ヤンさん、興味ありがとうございます。オッケー。じゃあ、13位、ヒョンドクさん、ありがとうございます。12位、アンドロメダイクさん、ありがとうございます。11位、オリオオーズさん、ありがとうございます。10位、今日この頃さん、ありがとうございます。9位、AK ラブさん、ありがとうございます。8位、ヤンさん、ありがとうございます。7位、PK ストーリーズカリさん、ありがとうございます。6位、ハギさん、ありがとうございます。5位、クロさん、ありがとうございます。4位、トリルさん、ありがとうございます。3位、マイノさん、ありがとうございます。2位、ヒデさん、ありがとうございます。1位、シーチャーさん、ありがとうございます。はい、じゃあ、言うのも読ませていただきます。ナイガラさん、赤だるまありがとうございます。ヒロタンさん、お餅ありがとうございます。ヤスマサッチョさん、ハッピーニア2023ありがとうございます。じゃあ、13位から読みます。13位、リョウ、アットマーク、イナネグンダさんありがとうございます。12位、ノッツさんありがとうございます。11位、カンザキマサカズさんありがとうございます。やめろ。10位、ヒロタアットマーク、ニコニコイネタイさん、ありがとうございます。9位、ジュードアットマーク、ユナペグンダンさん、ありがとうございます。8位、プエルさん、ありがとうございます。7位、トモマアットマーク、ユナイネグンダさん、ありがとうございます。クロちゃんアットマーク、あ、6位、クロちゃんアットマーク、クロさん、ありがとうございます。5位、タケヤスアットマーク、ユナイネグンダさん、ありがとうございます。4位、PK ストリスガイさん、ありがとうございます。じゃあ、3位、いきます。せーの。やってよ、ぐるぐるぐるのやつやってよ。せーの。ぐる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 、オンギャー。は？やば、オンギャーだよ。知らないの？コラボ入
配信の時だけ3位からやるんだよ。覚えてて。はい。3位、たけたけ、アットマーク、レナグンナさん、ありがとうございます。せーの、2位は、ぐる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 ー、オンギャー。ニヒプさん、ありがとうございます。じゃあ1位、せーの、ぐる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 ー、オンギャー。ヤスマッチョ、アットマーク、名前変えました。かっこヤスマッチさん、ありがとうございます。オンギャーをよくコメントあるので、いいですか ?1 位のコメントお願いします。うん、ぐるぐるオンギャー可愛くない？ドッカンの方がいいでしょ。いや、ドッカンはちょっとなんか可愛い気あるじゃん。オンギャーの方がさ、幼いじゃん、オンギャーって。初心に帰ろうっていう意味で。はい。ぐるぐるぐるじゃあ、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。なやちゃん、次はドッキリさせてください。え、してくれるんですか？うん。OK です。はい。じゃあ楽しみに待ってます。次の配信。はい。じゃあ1位のコメント読ませていただきます。名前書いても、ユナ直しは変えないでね。お願いします。はーい。気持ちいい。はい。どういうのかな？ありがとうございます。なんか1位の人は、なんかコメントに、なんか自分で言われたいコメントを書いてくださいってやつで、それを言いますってやつです。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。いただきます。ゆなのおじさんがね、定期的にやらないと泣いちゃうので。うん。定期的にやってあげてもいいかなって感じです。え？やってあげてるんですけど。はい。ビデオ電話やろうね、後で。やろうね。やろうね。やろうね。ありがとうございました。やろうね。バイバイ。やろうね。やろうね。はい。じゃあ終わります。